室内緑化とは屋内緑化の一つであり、室内など人により近い居住空間を緑化すること。室内緑化風景居住空間の緑化には屋外緑化と屋内緑化がある。屋外緑化には建築物の遮熱や景観工場を目的とした屋上緑化や壁面緑化などがある。一方、屋内緑化は 一般的には大規模建築物のエントランスに設けられたアトリウムなどの共用部に植樹や植木を配置することで緑化することが多い。室内緑化は屋内緑化の一つであるが人が多くの時間を過ごす生活空間に植物を取り入れ植物と共に生きることで生活者の心に安らぎや癒しをもたらすことが可能となる。今後は 病院や老人ホームなどの室内旅化が望まれている。園芸療法とは園芸を通して心身の状態を改善することであり、植物にはストレスを抱えた人々の心を癒す効果が広く認められている。室内空間に植物を配置することで人々のストレスを軽減する試みは多くの職場で試されている。緑のラウンジしかし、植物が人間を癒すことは 直感的に理解しても、室内に持ち込むことは、場所の確保や、また、一旦導入した植物においても、室内における、日常的な日照不足等で、定期的に植物を交換する必要があり、多くの費用や困難が伴う。室内空間という植物にとっては、厳しい環境の中、半永続的に植物を育成できるシステムがなければ、園芸療法に期待される癒しの効果は見込めない。 それらの諸問題を解決する新たな植物育成システムの開発が待ち望まれる。杉原式希小林昭弘、高齢者施設における長期的園芸療法活動の効果、環境科学研究所報告、ジャーナルオブエンバイロメンタルサイエンスラボラトリー、187から198、田崎文恵、園芸療法、バイオメカニズム学開始、ボリューム30、 ナンバーにピアニッシュも59から65小林昭を食育の必要性大阪国際サイエンスクラブ2007年秋開放16から18ありがとうございます。